皆さんこんこにちはハイエンド 2WD バギー SO2.0 ので、ね、シェイクダウン走行してまいりましたので、レビューということで、感想などね、ちょっとお話ししていこうと思います。で、ちょっとね、ファーストインプレッションとしましては、正直ね、ちょっと走りづらかったんですよね。あの、MO1.0 を初めて走らせたときは、まあ、初めてのハイエンドバギーだったっていうこともあって、 あの結構こう衝撃が強かったんですけれどもすで、まあ、にねそれでそのハイエンドのなんかすごさというかねそういうものをすでに知っているだけにですね、まあ、ちょっとそういう驚きよりもちょっとなんかこうバランスがなんか合ってないなっていう感じをむしろ感じてしまってですね、まあ、モーターもね17.5なんで、えー、MO1.0 よりもまあちょっと遅いっていうのもあるし あとピニオンがね、えー、本当は30枚つけたかったんですけど28手元がある28をとりあえずつけてるんで、まあ、そんなに直線がすごい速いわけでもないしというところでですね、まあ、それはねでも結果的には良かったと思うんですけどこのルールの領域に一気にいかなくて済んだんでねよかったと思うんですが、まあ、ちょっとですね やっぱハンドリングとジャンプですよね。で、ハンドリングに関しては、やっぱ、あのー、この 4WD 用のね、あの太いフロントタイヤを、まあ、ハイエンドでは使ってる人が多いのかなと思うんでね、とりあえずこれつけてたんですけれども、やっぱね、まあ、どっちも中古だったんですね、フロント無理やもね中古なんですけれども、このタイヤってね、なんかあの、 MO1.0 でもちょっと感じてたしあとレーザー ZX に付けてたタイヤなんだけどレーザー ZX でも感じてたんだけどやっぱり、ね、フロントはちょっと効きすぎるんですよね。でオフロードみたいにひどいオーバーステアで後ろが滑るっていうことはねカーペットとかないんだけどでもやっぱねフロントがグイあの切った時にもグイッグイッとこう効きすぎてでリアがなんかおつりをもらってるような感じですかねよく考えてみるとね。 なんかそういうようなね感じがあってあのちょっとねやっぱりバランスとしてはフロントが勝ち気味だなっていう感じがしましたねあとねまあ、一番ちょっと困ったのがハンドリが、ね、それでも慣れてきたら結構走れたんですけれども一番困ったのがねジャンプでね前下がりになっちゃうんですよね前下がりというか尻が跳ね上げられるとかこう 小さい特に小さいジャンプでこうパーンってこう尻が跳ね上げられちゃうっていうのがあってで結構私それジェノバでねあの苦労していたんですけれどもそれがねあの RO とか MO ではあんまり考えずにね入っても結構あの問題なく飛べてたんですがこれはねちょっと油断するとというかちょっと失敗するともうやっぱりね前転しそうになる し、まあ、ししままたた時もありましたね、うん、ということで、まあ、スロットルをねオフにするのがちょっと早かったりとかするとなるのかな特にでもね MO1.0 は特にそうなんだけどもう何にも考えずにねシュパって入ってってね全然問題なくいけちゃうんでこっちでね結構気使うのがね、まあ、ちょっと、うん、うんって感じでしたねであとはあの パイプコーー、コーナー、コーナーコーーナっていうか、コースのあの、仕切りのパイプにね、イン側に乗り上げたときに、すぐ転んじゃうんですよね、これ。結構転びましたね、それで。で、これもね、やっぱ m 1 0は、あの、乗り上げてもうこう,うまくこう、なんていうんですか、いなしてくれて、結構転ばないでいけたりするんだけど、 これはすすぐ転ぶんですよねでやっぱりねこれあの、まあ、最初作った時から思ってたんだけどやっぱりこのダンパーがねすごい厳正がちょっと強すぎんじゃないかなって思っててでまあそれがねちょっと出たところもあるのかなと思いますね、うん、だからそのショージャンプの尻上がりにしてもそのパイプの売り上げにしてもちょっとこうダンパーの影響なんじゃないかな っていうのとあとはまあバランス前後バランスでそのここにねそのメカの下にあのウエイトを積んでるけど、まあ、それでそのとにかく前に前にってバランスになってるけど、まあ、それの影響でもまあモーター後ろだしね後ろっていうかまあミッドだけどうーんまあちょっとねまあ、ハンドリングはさておきジャンプのあの傾向はなんとかして。 なないいいとと怖くて飛べないというか気持ちよく走れないんですよね。であとパイプに乗り上げるたびに転がるのもちょっと思い切りいけなくて嫌だなとも思いますね。まあそこはね、まあ、もちろんねあのドライビングテクニックで技術をねちゃんと上げてでジャンプの入り方とかも正確に入れるように練習するっていうのももちろん大事なんだけど。うん とり,とりあえずその車体のインプレッションとしてはまあそういうことを感じたっていうことですね。うん、であとねあの 2WD の方がジャンプの着地が楽だっていうふうにねなんかいろんなところで話を聞いててあそうなんだなそどんな感じなのかなって思ってたんですけれども取り立ててそれは感じなかったんだよななん,なんでだろう。でむしろねその,この 尻上がりになりやすかったもんだからこう前から着地するんですけど特にこうすごくこう角度がついちゃってこんなねこんな角度で落ちる時とかもあってまあそれはまあその飛び方が悪いっていうのもまあ一番なんだけどでも MO だとあのフロントも駆動してるからこう落ちた瞬間にフロントが走ってくれてまあスロットルオンにしてればってことなんだけどまあ大体スロットルオンにしてるから。 こういうふういふににってて落ちてくれるんですよこうこう結構いい角度でこうきてもチャンあのシュワってこう滑らかにでそのままあの途切れずに加速していくんだけどこっちはやっぱりフロント駆動してないからこういう角度になった時に一応ねそのこうは落ちるんだけどその時にやっぱりちょっとこうもたつくんですよねこう駆動してないところがこう来てでリアが設置したところでやっと加速するんで。 加速がねワンテンポ遅れるんですよね四駆よりね、まあ、それは当然ちゃ当然なんだけどなんかど,どの部分が楽になってるのかなって思い <laughs> 正直よくわからなかったんですよね別にその MO1.0 でそんなにジャンプがまあその遅いくせにっていうのはあるんですけれどもなんかそんなにジャンプの着地が難しいとも思わなかった 私、こっちはやりやすいとも思わないんですよね。どういうことなのかな？何が違うのかよくわかりません。何が違ってね。その何が違ってっていうかまあ、フロントが駆動してるから、四駆はその着地がやりづらいっていう風の話を聞いたんです。けれども、でも。なんだろう？あんまりその違いを感じないっていうよりは、そのメリットをあんまり感じなかったっていうところですよね。 ちょっとなんか悪いことばっかり <laughs> 言っちゃってるんですけども、ジャンプでね、飛びすぎたときに、あの、平らなところに落ちることがね、ある、ありますね。で、そういうミスをしたときにはね、こっちの方がね、良かったですね。あの、落ち方が。で、あの、ん、えっと、まあ、多分だけど、うん、やっぱりね、MO でもなん、なあの、RO でも、やっぱりね、 そのジャンプでその飛びすぎて平らなところに落ちた時ってバチーンってなんか感じがするんですよね多分そこも打ってんじゃないかなと思うんだけどうんだからちょっとねそのバウンドまではしないバウンドもちょっとすることあるかなそれなりに吸収はしてるんだけど結構なんかこう、えー、バチーンって落ちるっていう感じがね印象なんだけどこれはねその飛びすぎて平らなところに落ちた時にもあのちゃんと。 減衰が効いてその受け止めてる感じの落ち方をするんでやっぱねそのすごい高いジャンプがあるようなところではこの状態が効くのかなとは思いますね、うん、このビッグバーの 13mm っていうのねまあその 13mm だからなのかオイルがちょっと硬いせいなのかわかんないけど、うん、ピストンと穴、まあ、とかのね関係と合わせてですけどね、うん ただその高いジャンプを飛ぶコースでねだったらそのこの状態のメリットが生かせるのかもしれないけどただねちょっと尻上がりになる傾向っていうのが小ジャンプだけじゃなくて大きいジャンプでも時々あってそれが怖いですよねだから鹿沼の,のコースに行った時に大きいジャンプを 思いっきり飛んだ時にそのままもう前転して裏から落っこちんじゃないかなっていう恐怖感がちょっとありますね。どうなのかなまあ言ってみないと分かんないですけどね。あとやっぱりジャンプの入り方とかジャンプ中の空中での,そのスロットの入れ方とかもいろいろあるとは思うんですけどね。まあでも特にねそのウイングがフロントウィングつ,けついてるの初めてなんですけど。 あの小ジャンプでこのウイングが効いてて尻上がりになってるってことはないと思うんですよね。まあ、大きいジャンプは別としても。だから、まあ、小ジャンプに関してはやっぱりね、このダンパーの影響あるんじゃないかなと思いますね。ダンパーなのか減衰なのか。まあ、ちょっとね、ま,あ、まだその走りも、ね、慣れてない中で、あんまりこうどうこう言うのもいけないと思うんですが、まあ、ちょっとその、 原因究明っていうかそのの意味,意味か,、ま、からもあとまあちょっといろんな興味からもですねこの1 3ミリのビッグボアダンパーを MO1.0 とスワップしてみるっていうのはいいかもしれないなと思うんですよね。で MO についてるダンパーをこっちにつけてでこっちのダンパーを MO につけてそれぞれどんな動きになるかっていうのはちょっと一回やってみたいなっていう気はしましたね。うん、で ちょっとね、私はそのああいう小さいジャンプでねあの尻上がりになることに対する対応の仕方っていうのがわからないんですねあのどう。どういう理由でなってるかっていうこととなぜ逆に RO とか MO はあんまりならないのかっていうこと両方よくわからないんですよね、うん、だからね。 ハイエンドってそういうもんなのかなと思ってたんですけどあの m モを買った時にね m を走らせたら全然気になんないでもいけるんでこっちはねあのどういう状態で入った時になるかというとだからあの小ジャンプに入る時にちゃんと手前で減速してから入ってればまあ大丈夫なんだけどちょっとこう何て言うのスピード残して勢いよく行っちゃうとポーンって。 その後ろがが跳ね上げられるる感じがするんですよねであとあのバックストレート手前の,あの操縦台から見て右向きに飛ぶジャンプまあそこ私結構苦手なとこなんだけどあそこも前転しましたよねだからそこもあそこはねでもまたちょっと違うんだよなその小ジャンプみたいに減速して入るんじゃないからちょっと空中姿勢の そのスロットルの開き方とかの問題なのかもしれないしあ,あとあれはあそこ飛びすぎるといけないんで、まあ、ちょっと逆に減速気味に入ってるのがあの前下がりになる原因なのかもしれないですねあそこはね、まあ、そういう、ね、ところがねでも MO とかは何ていうか雑に言ってもなんかいけちゃってたんですけれどもこっちはねそうはいかないっていうのがあってちょっと難しさの方をね感じてますね まあ練習になるっちゃなるなる,なるって考えたらいいのかもしれないけどね。うん、でもちょっと難しいですね。で、今ね、あのこ,こ,のこの間は g フォー c のの、ね、フロントタイヤなんですけど、これに変えまして、で、まあ、グリップ的にはね、あの別にそんな不足は感じないんですよね。で、まあ、細いやつね。で、むしろ、その、 なんていうのフロントの,、ね、この切り替えとかが軽快な感じもしたんで、まあ、やっぱこっちの方がとりあえずは走りやすいなというふうに思いますね。ただ、ジャンプで尻上がりになる傾向っていうのはあんま変わんなかったんで、まあ、それはまたちょっと別の問題のようですけれども、まあ、とりあえずねあの、このフロントタイヤでしばらくはいいかなと思うんですよね。であの やっぱりねそのハイエンドだからって言って速い人の真似を全部してもやっぱ腕が追いついていかないとうまく走れないっていうのがあるんで、まあ、まず今自分の技量に合わせて気持ちよく走れる状態に持っていくっていうねことを考えていった方がいいのかなっていうふうに思ってますね、まあ、そんなとところでちょっとね。 あのファーストインプレッションはね意外と難しいっていうねこう何にも考えないで、えー、もう、まあ、その、まあ、MO1.0 なんか割とねその17秒台ぐらいで走る分にはもうなんか何にも考えないで適当に走ってもあの楽しく気持ちよくこう走れちゃうっていうねでちょっとミスって雑に走ってなんか変な姿勢になっても何となくもうあの持ちこたえてくれちゃうっていう。 そういう懐の深さを感じたんですけれどもでハイエンドってそういうものなのかなーって思ったんですけどこれはちょっとねそう,そういう点ではあの止まってるっていうか,なんか難しさの方を結構感じましたね。であとねそうだあの車重ですよね。車重とかも、まあ、これ前にウェイト積んでるけどで車重とか実際どうなのかっていうことですよね。で確か ベースの仕様だと1 5 0 0ム以上だったかな。で、これ軽い可能性ありますよね。ちょっと測ってみましょうかね。はい、では、車重を測ってみたいと思いますね。1500g がね、つクパーのレギュレーションなんですけど。はい。1409。だから、あと 91g。<laughs> 91g ム。え、そんなに足りないんだ。あ、ボディ、ボディ、ボディ。 はい、ボディ 144258g ですね 60g ぐらい積まなきゃいけないってことかあそうですかということで言うとま,またねどこに積んでいくかって話になってきますよね私の手元にあるこれこれを載せるとえっまだまだ これは3 4ムのはずなんだけどあそっかボディーもだはいこれで1477段であと2 3ムですか、うん、んということでですねまあこうあそうですねだからこれも今度つけて走ってみますかそうするとまたバランスもちょっと変わってくると思うのでこうこうですねうん。 はい、ちょっとついでにですね MO1.0 の車重も測ってみましょう、はい、MO1.0、はい、バッテリーとあっこれは超えてますねボディンで1594だからこれは超えてますねと思ったらえっ、ー、とこれ1600でしたね 4WD クラス1600以上なんで、えー、微妙にまあ 5g 6か、だからまあそんなにそんなにではないですねですがまあだからまあ私はね、まあ、ちょっとレースに出るつもりは今のところないんでいいんですけれどもまあちょっと足せばいいというところでなるほど SO はだいぶ軽いんで、えー、まあ、ちょっとそれウェイトをつけることも含めてですねちょっとバランスを改めてねちょっと取り直してみようかなと。 ということで、ね、あなんかさっきより増えたぞなぜか 17001475g ですねあと 25g25g どっかに積むということで、えー、ちょっとまたそれも含めて、まあ、ここにまずねウェイトを入れてまたちょっと変わるし、まあ、ちょっとそれも含めて、ね、ちょっと考えてみたいと思います、はい、ということで、えー、ちょっとちょっと難しかった SO2.0 でした えーまあ、ちょっとねあのダンパーのスワップとかも含めていろいろやってみようと思っております。ということでご視聴ありがとうございました。